インディペンデンス。インディペンデンスは、アメリカ海軍の航空母艦、フォレスタル級航空母艦の4番艦。その名を持つ艦としては5隻目。ミッドウェイの公認として、横須賀に配備された空母であり、最後の母港も同地であった。インディペンデンスは1958年6月6日に、ニューヨーク海軍交渉で、海軍長官トーマス・ S ・ゲイツ夫人によって浸水し、 1959年1月10日に、初代艦長、R.Y. マッケロイ大佐の指揮下収益した。収益時最新の超大型空母であり、完熟訓練をカリブ海で行い母校のバージニア州ノーフォークには1959年6月30日に到着した。8月25日に、エドデッカー少佐操縦の A3D、スカイウォリアーが発艦源を行った。 同期は38トンの重量で空母から発艦した最も重い航空機であった。インディペンデンスは収益後バージニア岬から演習訓練を行い、1960年8月4日に地中海への最初の巡航に向けて出発した。紛争地域の平和維持力としての第6艦隊に加わり、地中海東部での展開後1961年3月3日に、 ノーホークに帰還する。同年の残りは大西洋岸で訓練と作戦準備に従事した。インディペンデンスは1962年4月19日に第6艦隊の支援任務に出向する。ベルリン問題に対するジョン・カイ・ケネディ大統領の強い姿勢を反映し、インディペンデンスは緊張の増加する水域に展開いた。8月27日にノーホークに帰還し、 10月11日にカリブ海に出港する。キューバ危機進行中の10月24日にケネリ大統領によってインディペンデンスはキューバの海上封鎖に投入され、アメリカ合衆国の強硬な意志を表した。インディペンデンスはプエルトリ港機に到着、海上封鎖に参加し、ソ連は結局キューバからミサイルを撤去した。その後インディペンデンスは、 ノーフォークに11月25日に帰還し、東海岸での演習、ノーフォーク海軍造船所でのオーバーホール、グアンタナモアンでの訓練を行った。インディペンデンスは1963年8月6日にノーフォークを出港し、ビスケーランでイギリス、フランス領軍との合同演習を行った後8月21日に地中海に入り、第6艦隊所属で、 作戦任務に従事する。地中海でインディペンデンスは、NATO との演習で、トルコ軍交下部隊支援、偵察、通信及び輸送戦団攻撃支援を行った。1963年10月7日に、キプロス共和国のマカリオス初代大統領が艦を訪問する。その後アドリア海で行われたアメリカイタリア領軍の合同演習に、イタリア軍パトロール魚雷艇と共に参加。 続いて、アメリカ・フランス両軍の合同演習では、フランス巡洋艦コルベールと共に、インディペンデンス艦載機と、フランス軍迎撃機の模擬空戦を行った。インディペンデンスは1964年3月4日に、ノーフォークに帰還する。ニューヨーク沖、フロリダ州、メイポート南方での訓練演習の後、インディペンデンスは、ノーフォークを1964年9月8日に出航、出港。 ノルウェー海、フランス沖でのなど演習に参加する。ジブラルタルに寄港後11月5日にノーフォークに戻り、オーバーホールのためにノーフォーク海軍造船所に入った。1965年5月10日、インディペンデンスは初の太平洋艦隊での任務に就く。7ヶ月にわたるその任務では、ベトナム沖の南シナ海で100日に及ぶ作戦活動が含まれた。 インディペンデンスはベトナムに展開した5番目のアメリカ軍空母であった。インディペンデンスと第7航空団は1965年6月5日から11月21日までの活動で海軍部隊栄誉賞を受賞している。部隊は北ベトナムのハノイハイフォンカの輸送路に対する最初の大規模攻撃を行い、航空史上初の空対地ミサイル攻撃を行った。 空母は北ベトナムの軍事補給目標に対する昼夜を問わない定期的な攻撃を継続し7000回に及ぶ出撃を行った。インディペンデンスは母校ノーフォークに1965年12月13日に到着した。1966年前半にインディペンデンスはノーフォークで搭載航空団の補充と訓練を行い。 5月4日にオペレーションストライケックスに参加した。6月13日に第6艦隊所属下でヨーロッパでの作戦に参加するため出港し、7月から12月まで NATO 軍との演習を行う。その後1967年まで第6艦隊での活動を継続した。1970年9月28日、エジプト大統領ガマール・アブドゥンイコール・ナーセルが死去し、 中東の緊張が高まる。インディペンデンスは、ジョン・カイ・ケネディ、サラトガ及び7隻の艦艇と共に、アメリカ国民の撤退支援と、ソ連の地中海艦隊への対抗力として展開した。1971年8月3日に、ベマ -142、-131 14、-133 -13 の A-4 スカイホークのパイロットが、承認着艦を行う。 続く3日にわたって4名の現役及び20名の予備役パイロットがインディペンデンスに上官した。彼らの活動は海兵隊予備役部隊が空母で行った初の承認活動であった。1973年5月にリチャード・エム・ニクソン大統領はインディペンデンス艦上で年次教書演説を行った。インディペンデンスはノーフォークを母校とする間。 地中海とインド洋への展開を行った。10月8日から13日までインディペンデンスが所属する第60.1機動部隊、フランクリンディ・ルーズベルトの第60.2機動部隊、ガダルカナルが所属する第61、62機動部隊は中東での偶発事態発生に備えて待機した。艦隊は第4次中東戦争の戦況に従い警戒を行った。 インディペンデンスは、クレタ島を拠点として行動した。1979年6月20日、ドナエル・スプルーイル・中尉は、最初の空母配属女性パイロットとなった。スプルーイル・中尉は、インディペンデンス搭載の C-1A トレーダーを操縦した。1982年に、インディペンデンスはレバノンでの多国籍平和維持軍に支援を行う。 6月25日にフォレスタルとインディペンデンスの戦闘集団はドワイト・ディ・アイゼンハワーとジョン・カイ・ケネディ戦闘集団と地中海で合流し、それまでにない規模の部隊集中が生じた。地中海東部で数日間行動を共にした後、フォレスタルとインディペンデンスはドワイト・ディ・アイゼンハワー、ジョン・カイ・ケネディと別れ、インディペンデンスは母校のノーフォークへ向かう。 1983年10月25日、インディペンデンスの関西機部隊は、クレナダの解放作戦、オペレーション、アージェント・フューリーに参加する。その後再び、レバノンに向かい、シリア軍拠点に対して、航空攻撃を行った。1984年に、インディペンデンスは、大西洋艦隊で、マージョリー・ステレット戦艦基金賞を受賞した。 1985年2月17日にインディペンデンスはフィラデルフィア海軍造船所に到着、艦の対応年数を15年延長するための近代化及びオーバーホールを開始する。より低速で高性能航空機の着艦を可能とする飛行艦班の改良とシースパロー発射機が改良された。また燃料消費面でも改善が行われた。 インディペンデンスの対応年数延長プログラムは1988年6月に完了し8月15日にノーホークを出港南米を回って新しい母校のカリフォルニア州サディエゴには10月8日に到着した映画イントルーラー・イカリの翼の撮影は1989年11月に2週間にわたってインディペンデンス勘定で行われた 映画撮影が行われている間、乗組員は撮影スタッフの使用する機材の電気トラブルでたびたび生じた消火災の対処に暴殺された。1990年8月、第14空母航空団と共に、インディペンデンスは、イラクのクウェート侵攻に伴うオペレーションデザート、シールドに参加するため中東に派遣される。8月5日に、オマーンの前線基地に到着し、 インディペンデンスは1974年以来初めてペルシャ湾入りしたアメリカ軍空母となった。艦は90日以上の間オマーンに泊まり、中東海域におけるアメリカ海軍の存在を再建した。インディペンデンスは1990年12月20日にサンディエゴへ戻った。インディペンデンスは1991年9月11日に母校を横須賀に変更する。では 第5空母航空団を搭載し、唯一の前線展開を行う空母となった。同時に、第5空母グループの機関となる。1992年8月23日に、インディペンデンスは、ペルシャ湾に入り、北緯32度線以南のイラク上空を飛行禁止空域とした、国連軍の支援を行う。8月26日に、ジョージ・ HW ブッシュ大統領は、 アメリカ軍をはじめとする多国籍軍は24時間以内に北緯32度線以南を飛行するすべてのイラク航空機を撃墜する準備を完了するとイラクに通知したと発した。それはイラクが国内南部でシーア派住民に対する迫害の停止を要求した国連決議第688号に従わなかったことで実施された。ペルシャ湾での多国籍軍は8月27日からの オペレーションサザンウォッチで北緯32度線以南空域でのイラク機飛行禁止を実施する。インディペンデンスの CVW-5 所属機20機は同作戦で最初にイラク軍基地を監視した。インディペンデンスは1995年6月30日に海軍で最古山の現役艦艇となり、海軍史上初めてその名声を持つ艦となった。 それによりインディペンデンスは退役までアメリカ海軍を象徴するドーンとトレッド・ウミー旗を形容することとなった。旗の贈与式典は7月1日に行われ、デビッド・ピー・ポラティ参政官庁が旗を受け取った。旗は退役するマウナケアから引き継がれた。1995年11月にインディペンデンスと第5空母航空団は オペレーションサザンウォッチの支援任務を完了し母港の横須賀へ寄港する。1996年3月に第三次台湾海峡危機が発生し、インディペンデンスは地域の安定のため台湾東方水域に展開した。インディペンデンスは中国人民解放軍がミサイルを発射した台湾領海でニミッツと合流する。 4月に横須賀に寄港、インディペンデンスは日本に公式訪問中であったビル・クリントン大統領の訪問を受ける。1997年、インディペンデンスは4ヶ月にわたる配備で、いくつかの大規模演習に参加し、7カ所の港に寄港した。これらの寄港地には2度の歴史的な寄港が含まれていた。一つは二月十八日のグアム寄港であり、インディペンデンスは十六年ぶりに、 グアムに寄港したアメリカ軍空母であった。もう一つは2ヶ月後のマレーシア、クラング公営の寄港であった。インディペンデンスはマレーシアへ寄港した世界初の航空母艦となった。5月に最終寄港地の香港に立ち寄り、その後横須賀に寄港する。インディペンデンスの寄港は香港の中国返還前に行われた最後のアメリカ軍艦艇による寄港であった。 9月5日から7日までインディペンデンスは新前のために北海道の小樽港に寄港した。これは米空母による日本の民間港への初の寄港となった。また、この新前帰港でインディペンデンスは3日間で40万人の入場者を集めた。これはインディペンデンスのみならず、米空母の日本における一帰港で集めた入場者の記録となっているが、横須賀配備中には、 搭載艦載機やヘリの部品落下や景気トラブルなどによる横須賀市外への事故も起こしている。1998年1月にインディペンデンスは国連とイラクの交渉支援とオペレーションサザンウォッチへ再び加わるためにペルシャ湾へ展開した。インディペンデンスの退役式は1998年9月30日にワシントン州ブレマートンのピュージェット サウンド海軍交渉で行われた。インディペンデンスのペナントは39年9ヶ月と20日間掲げられ、その Don't Tread o m の旗はインディペンデンスに次ぐ古参観のキキホークに受け継がれた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。